NHK をぶっ壊す。なんとですね、京都大学の学生寮に大量の NHK 撃退シールが貼っているという情報が届きました。で、この NHK 撃退シールというのは、まあ、このようにシールにはなってるんですが、このように剥がすとシールタイプになってるんですけども、ちなみにね、こういうマグネットと引っ付けると、こういうよくね、家に来るトイレの水のトラブルっていう、これにね、そのまま貼っていただくとですね、こんな感じでこう貼っていただくと、借家の場合はなかなかね、シール貼ると汚れてしまうと言われるんで、このようにマグネットシートに貼ってですね、ペタッと貼ってもらうとね、玄関なんか結構鉄の部分があると思いますから、そうすると退去の時にも楽かなということなんですが、潜入ね、まあ、YouTube で上がってますからご覧いただけると思うんですが、まあ、大学の学生さんということで、特にまあ被害が学生さん多いので、まとめて200枚ほど送った記憶があるんです。レターパックでね、送った記憶があります。それがもうまさにこのようにですね、ずらーっと貼られてるんですね、ここに。で、京都大学の学生さんで、しかも学生寮にこれを貼るというのは、まあ、学生寮というのは学生の自治区ってあって、特に京都大学の場合はね、学校のいわゆる学校側、先生とか、まあ、なんていうのかな、まあ、教授っていうか学校側からのあまりこう命令がない場所なんですね。ですから京都大学に通っている学生たちが自分たちの寮に NHK が金を払えとやってくる、それをですね、鬱陶しいと思うので、この NHK 撃退シールを大量に貼っているということ。これだってみんなが嫌だね、半分以上の人が多分嫌だとか言い出したら、こんなの貼るなとかなれるんでしょうけど、まあ京都大学に通っている人がもう NHK なんていらない、もういい加減しろと思ってるわけですね。でこんなのもう当たり前です。学生の方、まあ、いわゆる18歳から20代前半の方からすればね、もう時代はスマートフォンですよ。こんなのテレビで金払えなんていうのはもうむちゃくちゃね、スマートフォンがあれば災害の情報も入ってくるし、災害の時に友達や家族とも連絡が取れるしですね、娯楽番組も見放題ですからね、スポーツや映画ドラマも見れます。テレビなんてなくても一台にね、無理やりテレビから金を取るとか、ワンセグでも金払えとかね、パソコンからも今度スマホからも受信料を取るとか若げたこと言ってるから、それは京都大学の学生からしたらね、いつまで時代遅れなこと言ってるんだ大人たちはと、いい加減にしろというのが、まさにこの京都大学の学生寮に大量の NHK 撃退シールが貼られていることに、なるのかなと思います。でこれまではね、まだこのシールっていうのは言ってもこれ1枚11円とかするんで、なかなかね、こう大量に、まあね、ざっくり言うと200枚送ったら、2200円プラス郵送料とかかかるんで、これまではこう遠慮気味にやってたんですけども、まさに参議院選挙で当選をすればですね、これ大量に作って配りすることもできます。どうしてもね、ホテルのカウンターに置きたいとか、散髪屋さんのね、待合場所に置きたいとか、こういうのがあるんですけど、今のところお金がないのでちょっとご遠慮いただいてるんですね。ご遠慮っていうか、こちらもね、積極的に配ってないんですけども、これからね、そういうことで NHK 撃退シールを全国にさらに広めていってですね、NHK 集金人を撲滅すること、そして NHK の受信料を払わない人にはスクランブル放送しろという国民の要望をですね、多くの多数の要望を叶えていく、政治活動をしていきたいと思います。京都大学の学生の方、ありがとうございました。そして、番組ですね、まあ、いずれにしても京都大学の学生も NHK 撃退シールを使っているということでございます。今八千代市で、ね、選挙しておりますので、八千代市民の皆さん、明日の投票日にはどうぞ宮内俊に投票いただきますようにお願い申し上げまして、この動画終了いたします。以上です。八千代市より NHK をぶっ壊す。